久々に来ましたら、すごい看板がついてる。あ、こんにちは、お世話になります。ちょっと YouTube 撮ってるんですけど、え、映りませんか？映りたくないですか？あ、大丈夫。撮らないから、そんな逃げなくても。看板ついたんですね。中入れますか？あ、じゃあ入ってみます。え、これは靴で入っていいんですか？わ、すごい。なんか急にクロスハリ以来に入ってきましたけど、入って左側に新しい匂いがする。ああ、木の香りがします。なんか棚はたくさんある。すごい。ああ、でもなんか、商品棚がいっぱいあるから、商品置くとこはなんか、ないかなと思ってたら、なんか商品置くとこいっぱいある。これならいっぱい置けるそうな感じです。すごい。で、ここちょっと入ってみましょうか。正面、ここのドアは、私の母親、社長が住むお家ですね。階段がついております。そしてここ左ですが、調剤室になります。昨日の夜に、この大きな棚を運んでくださったんです。実は明日、保健所の方が来られるので、これ立ち入り検査の時の提出する、いろいろもろもろの検査に必要な器具が入っています。で、流しはボロボロなのに、なんかそのまま持っていくって言われてちょっとショックだったんですけど、とにかく流しはかなりのボロボロが運ばれてきています。そして次トイレ。まあ綺麗な、すごい。で、トイレです。